こんにちは。フレンチャンネルのハルコンとエルキャットの ET ちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は最初から悲しいお知らせですが、私ハルコンと ET ちゃんが住んでいるここフィレンツェはとうとうロックダウンされてしまいました。大変なことになってしまいましたね。これでまたね、厳しい外出制限が重なるので、私たちはまた引きこもり生活に突入します。ああまたかーって感じだよね。イタリアは新型コロナウイルスの感染拡大が依然止まりません。4月4日はイタリアの大事な祝日、イースター復活祭がありますが、イタリア政府はイタリア全土をロックダウンすることに決定しました。前の動画ではね、サルデーナ州はホワイトゾーンになりましたわーなんて言っていて、サルデーナ州だけはイースターもロックダウンされないっていうことを言っていたんだけれど、イタリア政府は結局サルデーニャ州も含めイタリア全土をロックダウンするというふうに決定しました。また逆戻りだね。イタリア頑張ると思ってくれる人はぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ということで、ロックダウン直前のフィレンツェの様子を動画に撮ってきたので、ぜひ見てみてください。どうぞ。でしたか。皆さんお気づきの通り、街にかなり人が出ていますよね。やっぱりね、ロックダウンになるということで、お店が閉まったり外出制限がかけられてしまうということがみんな分かってるので、みんなその前に買い物をしないととか、ちょっとだけでも散歩を楽しんでおきたいと思って街にこうやって出てしまってね、結果的にこうやって密になってしまうということで、まあ、それもどうかなとは思うんだけれど、仕方ないなって気もしますね、残念ながらね。イタリア保健省が発表した最新のニュースで、現在の新型コロナウイルスの新規感染者は23,839人となっていて、イタリア全土の現在の感染者は571,878人となっています。死者は107,636人となっていて、残念ながら未だに上昇し続けています。新規感染者がいつ下がることになるんだろうと、イタリア国内はなんだか絶望的な雰囲気に覆われていますね。ここで皆さんも気になるイタリアのワクチン事情について少しお話しさせていただきますね。現在は医療従事者の方々と80歳から100歳までのお兄様お姉様方にワクチン接種が行われています。まあ、イタリア保健省は80歳から100歳までっていうふうにしてるんだけれど、100歳以上の人もいると思うので、私の中では80歳以上と思ってるんだけれど、なんで枠組みが80歳から100歳までっていうふうになってるのか、まあよくわからないけれど、とにかく高齢者の方々が対象ということになっています。イタリア国内では一刻も早くワクチンを打ちたい、もういつ自分の番が回ってくるんだろうというふうにね思ってる人たちがたくさんいたんだけれど、まあ日本でも今ワクチンの安全性がいろいろ言われてると思いますが、イタリア国内でもね、ちらほらちょっと疑問視する声が聞こえてきています。それでもね、現在は早くワクチンをしたいっていう人の声が多いですね。ということで、今日は速報ということで、イタリアフィレンツェから新型コロナウイルス状況をお知らせさせていただきました。フィレンチャンネルではこのようにイタリアフィレンツェからダイレクトにイタリアの最新ニュースをお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録をしてチェックしてみてくださいね。最後までご視聴どうもありがとうございました。フィレンチャンネルのハルコンと ET ちゃんがお送りいたしました。皆様くれぐれもお体大切になってくださいね。それではまた次回でお会いしましょう。またね、バイバイ。